旧柴崎橋は、福島県山郡西合津町の一級河川、阿賀川に架か,かる橋梁を。旧柴崎橋山郡西合津町を上野尻付近に位置する。橋の北西側では、現在の柴崎橋が阿賀川に架か,かっており、橋の南南西側には、東日本旅客鉄道番越西線上野尻駅がある。本橋梁が仮設される以前は、柴崎から上野尻へは、 アガ川の都選にて行われていたが、都選途中に犠牲者が出ることもあって、本橋梁の架橋は長年にわたる地域の悲願であった。1933年12月16日に本橋梁の建設が2年計画の事業として、県会議を通過。1938年6月の本橋梁完成により、交通事情は一変し、産業、経済は、 もちろんのこと日常生活にも大きな利便をもたらすこととなった。1958年に阿賀川下流側への東北電力上野尻ダム及び上野尻発電所の建設に伴い、その園庭場を芝崎橋として福島県道338号上里、下野尻線が通ることになったため、本橋梁の供用が廃止された。なお、撤去のための予算がなかったため、 橋梁自体は解体、撤去せずに路上のみを撤去し、かつ上の尻方の橋桁の一部を落橋させて、通行できないようにしており、共用廃止から廃橋状態のまま現在に至っている。本橋梁は、西合津町の名物橋梁として、福島百選に選定されている。現、柴崎橋、ありがとうございます。